今年で59回目を迎えるフグ供養祭は、臼杵市内の料理店や卸売業者で作るフグの里臼杵が毎年行っています。今日は関係者60人が出席して神事が行われ、神前のフグに手を合わせて霊を慰め、商売繁盛を願いました。このあと臼杵湾に移動した出席者は、およそ70匹のトラフグを放流し、今シーズンの豊漁を祈願しました。関係者によりますと、去年のフグの消費量はコロナ禍前の水準に戻ったということです。臼杵のフグはよそとは違うんだというプライドを持って、本当にいいフグを提供できるように精進していきますので、ぜひ臼杵に食べに来てください。臼杵市内の15店舗では7月からフグのキャンペーンが行われ、関係者は夏フグの美味しさを味わってほしいと話しています。